Hello, this is Kiyoka from Japan. Why is it Tara Kiyoka? Today I'm painting the bag. 今日は手書きカバンに色付けをしています。こんな感じで色を塗っています。ニコニコカッパちゃんを見ていると私も楽しくなってきます。どんな人が買ってくれるのかなとか思いながら、塗っていきます。出来上がりもお楽しみに。緑の次は黄緑を塗っていきます。カッパちゃんの顔を塗っています。ずっと塗っていると無心になります。歌う瞑想とか音楽瞑想会とかいろいろやってますけども、私にとっては書くことも塗ることも瞑想の一つです。スイッチが入ると何時間でもやっちゃって、たまにご飯食べるの忘れたりもよくあることです。まあ、こんな感じで塗っています。次に大好きな黄色を塗ります。カッパちゃんのお皿の黄色塗っていきます。ハートの周りも黄色があると可愛いです。じゃん。くちばしも黄色です。黄色はとってもハッピーな色です。と薄い目の方がスルスルって描けます。濃い目にすると結構ね、塗るの大変です。あとは草のとこもちゃんちゃんちゃんって黄色があると明るくなります。ここんとこ毎日祭りです。フェスティバル、I'm having festival every day です。毎日好きなことしてます。毎日楽しいことだけやっています。なかなか幸せな生き方です。カッパちゃんも応援してくれています。毎日ラッキーで特別な日なのです。毎日楽しい、毎日ハッピー、毎日ラッキー。ほっぺたの色を塗ると急に生き生きしてくるので、ほっぺたの色を塗るときはとっても嬉しいです。なんだか平面のカッパちゃんがと命が吹き込まれる感じになります。こんな感じです。楽観に見えるところも実は手書きで書いています。ちょっと集中するので静かになります。こんな感じです。できました。手書きカバンが書き上がりました。好き
きなことばっかりです。毎日好きなことを考え中です。瞑想中です。毎日祭りです。踊り出します。今日もいいこと起こりそう。毎日ラッキーです。こんな感じです。手書きカバンその2です。こんな感じです。猫ちゃんも歌っています。カエルさんもいます。ウサギちゃんも音楽大好きです。で、カッパちゃん歌大好きです。歌ったりピアノ弾いたりウクレレとかギターとか弾いたりもしてます。英語サイズはこんな感じです。で、結構街が広いので片手では難しいんですが、こんな感じです。結構ね、街がこんだけありますので、お弁当箱サイズとかちょっとお散歩行くのとかにいいと思います。展示会に向けて書いてますけれども、歌う瞑想のレッスン会場にも持って行ったりもしています。パワーストーンとかも同じくです。でもいつも持って行ってるわけではないので、興味のある人は事前に連絡してから来てくださるとありがたいです。で、どれも一点物なので早い者勝ちです。ビビッと来たらご連絡ください。日本国内のみ通信販売もして